不手際があったならともかく、相談所は正規の手順で対応しています。懲戒にはどういう不満があるのでしょうか。相談所に任せてたら助けてくれるのは数ヶ月後になる。そんなに放っておけない。数ヶ月で死ぬわけじゃなんや。そんくらいでギャーギャーと想像しんね。そうかもしれないけど。ならギャーギャー言うんな。アホらしい。吸ったら生き死にもかけんと厄介よ言うんね。根性が足りんわダホ。おりょう、サトコは僕の友達なのです。助けてあげてほしいのです。リカちゃまいつも言うと友達は選ばんとね。あんな北条のクソガキなんざバチ当たりも。入江の先生までガン首揃えてからに何ね。まったく。サトコちゃんは北条家の娘というだけです。サトコちゃんがダムに賛成していたわけじゃ。バラシ。誰に向かって口聞いとんと。吸ったらやっとらまごら。圭一君も何か言いたそうだね。この際だ、何でも言ってごらん。いいんですか。前原圭一と申します。挨拶せんでもお前のことは知っとるんね。北条里子かどうかが問題じゃない。村の一員が危機的状況にあります。私の話聞いてたかい。誰も見殺しになんてしてないし、相談所は対応してくれてる。それでも急いでほしいってのは圭一君のわがままじゃないのかい。一度学校に来た時、里子はボロボロだった。一ヶ月後どうなるか想像もつかない。心ならいくら傷つけられても構わないとおっしゃるんですか。じゃああんたはどうしろって言うんだい。すぐに助けるべきです。なら決まりだ。圭一君は続けるといい。そのザキ家は知ったことじゃないよ。もうそういうわけにはいかないんです。懲戒として支持か不支持をはっきり表明してくれないと後が続かないんだよ。というか懲戒は決着がついてます。あとはおばあさまさえ納得してくれれば。だーかんなことまとめんとすっちゃら。俺はそこのばあさんが頭を縦に振ってくれりゃ満足です。ただ黙って縦に振ってくれるだけでいい。嫌だと言ったら。この場でばあさんの頭を叩き割ってミオンを新当主にして首を振らせます。なんと抜かしよんねこのクソガキャ。誰かこのガキャ叩き切って井戸に放り込んじまいな。ばあさん、俺とやり合うつもりかよ。今日の晩飯が最後の晩餐になっちまうぞ。よう抜かす上等もじゃおと、ようも吸ったらゆあさこんガキ。はっきり言う、サトコは俺の仲間だ。仲間のために戦ってる。あんたもそうだったんじゃないのか。よそもんくせによう知っとんね。おおババア、誰がよそ者だ。俺はひなみざわの前原圭一だ。ひなみざわの仲間を助けるために戦ってる。お涼さん、前原さんは引っ越してきて日は浅いかもしれませんが、新しい風を吹き込んでくれる期待の若者です。入江の先生はいつんか礼儀知らずを期待の若者言うようになった。礼儀知らずってんなら一度筋を通します。里子を救うためにその崎家も協力してください。どうかお願いします。圭一君、頭を上げな。どうしたもんかね、ばあさま。知ったこっかい。北条の名前を持つ悪んたるはどいつも罰当たりもんさね。それにこいつはさっきわしの頭を叩き割るとか抜かしよったんぞ。私はひなみざわの仲間のために戦ったバッチャをいつも尊敬してるんだよ。だから私もバッチャみたいに仲間のために戦いたい。サトコは私の家族です。お願いします、力を貸してください。頭は一度下げたからもう一度は下げない。でももう一度言う、俺たちに力を貸してくれ。頭を縦に振ってそれでどうする。懲戒の指示があれば相談所も耳を貸す。お涼さん、はっきり言うな。私も里子ちゃんが不憫だと思うんだ。この辺で一つ大号令を発してもらうわけにはいかないかな。そんなことはできんねえ。なんとわしは北条のクソガキを許さならなとね。なら決まりだな。てめえは俺の仲間の敵だ。ってことは俺の敵だ。今この場で締め殺してやる。本当にもういら
ライラする。安城ったらほんまスラッシャーだったら。お龍、血管が切れちゃいますです。申し訳ないけど今夜はこれくらいにしてくれるかい。そんな、俺はまだ回答をもらってない。圭一君、出直すのも大人のルールだって学びな。圭ちゃん、今日は十分だよ。くそ、あと一息だったのに。圭一君は言うべきことを言ったよ。あとはお龍を信じるだけなのです。信じて待つってのは辛いことだな。あ、おじいちゃん、どうでした？バッチは怒ってました？オーケーだってさ。え、鬼婆様は雛見沢町会が圭一君を支持することを認めてくれたよ。それは鬼ヶ淵四種同盟がバックについたのと同じってことになる。絶対に負けられないってことさ。その覚悟は終わりかい？あります。即答とは男だね、見上げた根性さ。その、ありがとうございました。礼なんかいらないよ。鬼婆様も自分が墓に入る時しか生産のタイミングがないと思ってたみたいだからね。生きてるうちに解決できて内心は感謝してるはずだよ。いや、俺も感謝してます。今日の圭一君にはおばさんも惚れたよ。男はそうでなくちゃいけない。さとこちゃんは過保護だね。別に圭ちゃんはさとことそういう関係じゃ。なんだ、そうだったのかい。だったらあんたたち頑張りな。え、じゃ